もトレインです。本日もマリオカート実験やっていきます。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc のムーンリッチウェイトでね、明日なんだけども、あのチーム杯っていうね6対6の大会があるんで、ちょっと今日はね気を引き締めつつ戦っていければなと思います。ちょっとね最近ねちょっとあまりにもマリオカート触れてなさすぎるから、ちょっと練習の時にもね結構ボロが出ちゃってるんだけど、やっぱねもう近いからね、その時は近いから、あ、これギリギリ間に合うから一応欲張ってね交換しておく。おもろすぎ、音だけは聞こえてたけどさすがに怖くて。さあ一旦シングルだけ割っておいて、この先のどっかで、アイテムボックスを拾って、まあ一旦早めにね、防御確定させておきますと。さあ後ろが赤コーラ持ってるんで、一旦緑コーラ表に出しトゥトゥ、ちょっと待ってあのしっかりしようって言ってるやつの走りではないんだけど、まあいいのいいの。さあしっかりダブル割っておいて、クラクション熱いな。まあ一旦このまま持っていこうかなと思ったけど、いやー、時々飛んできた。危ねえ、マジで。いや、一瞬交換しよう。あえー、もうちょっと、それはね、話がだいぶおかわりマイチングなんですけど、いや、まあ言うてもね、ここダッシュボードめちゃめちゃ多いわけなんで、まあそんなにね、痛手ではないと。まあこうやってね、アイテムも取れるんで、致命傷にはならないっていうのが、まあムーンリッチのいいとこではあるよね。やっぱ後半に入れば入るほど、こう、なんて言うんだろうな、1位のアドバンテージでかすぎ問題が、あるからねマジでお得オンザビーチね、これ。さあしっかりとバツクスナイプもかましておきつつ、まあ一応ね、一応回しておこう、念のためにアイテムバンバン回しておきつつ、テレサ取られたけど、まああとは赤コーラが、あー、サンダー降って時ゾも飛んできてるけど、これどう、これギリギリ間に合わないと思うんだけど、間に合わないよね。そうだよね。よーし、逃げ切った、オッケーチー、よっしゃいや、2発サンダー食らって1発トゲゾーで逃げ切れるこのコース熱すぎでしょ。よーし。はい、ということで本日の最後までご視聴よろしくお願いします。第2レース行きましょう。さあ、第2レース目がヨッシーアイランド。ここはね、結構前走るよりかは後ろの方が好きなんだけども、よいしょ。まあ、一旦ノラはね、前で走っていこうかなと思います。よいしょ。さあ、コインはそっか。こう、まあ、使っちゃってもいいでしょう。よいしょ。さあ、ショトカの民が現れてるけど、まあ、ダブル取れるかな、取れそうだけど、まあ、ちょっと怖いんでね、一旦そのまま走っていきますか。さあ、なんか突っ込んで来られたけども、まあ、一旦コイン回収しつつ走っていきますと。よいしょ。コイン回収することでマシンスピード上がっていきますので、しっかりと10枚までね、集めていくことが大事ですと。さあ、ここのハテナは割りたい。待って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 、はあ、誰も割ってないわ。いやー、ちょっと、乗り損ねてます。東方乗り損ねております。一番きついんだよね。俺だけ一番きついわ、これ。まあ、それでも、あ、待って、これ、やだな。さすがにちょっとそのファイアボリー痛すぎて、ブメもやばすぎて、いやー、ショート化したかったけどな。さすがにブメ持ちに近づくのは悪手だと思うんで、まあ、一旦距離取りつつ走っていきたかったんだけど、キノコ取られる上にファイヤーボールめっちゃ散らされてるから、狙われないように意識しつつ行きたいんだけど、めっちゃ当てられるね、これはさすがに下がらないとやられたい放題だな、ちょっと。さすがに下がんないと勝てるもんも勝てないから、とは言いつつは強い。これ強いな。早めに入れて、まあ、3の1で詰めちゃってもいいな、正直。前に回避がいなそうだったら、もうそのまま撃ちますか。はい、ここで撃てば、まあ、とりあえず回避はいないんで、まあ、パパッと前には出られるかなと。よいしょ。さあ、まあ、早めにね、前出ちゃった方がね、強いんでね、ちゃちゃちゃっと前に踊り出てしまいますと。とりあえずお金足りてないので、まあ、3周目ではあるけども、一旦コインはね、回収しておきますと。さあ、一応消えてる、ラッキー。まあ、1位にはトゲゾー飛んでったら、まあ、俺の勝ちぐらいで、ちょうどいいっちゃいいな。なんか無理に攻める場面でもないので、誰か割ってくんないから、あ、やべえ、割ってくれる人いない。ちょっと待って。あ、あら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 、
かり、右端で、うまいことかわしながら、ね魚振られるんだよな、そして。まあ、次はね、魚振られないように気をつけながら走っていきましょう。コースは、モーモーカントリーと、さあ、どうだろうな。これは金だからお金を取りつつ、風も取って、うまいこと前出れたらいいんだけど、押しの感覚もうまいこと調整しながら、いい感じに前を張っていきますと、割と理想的な抜け方はできてるね、これ。しっかりと押しも利用してね、やっぱこう、接触の、なんて言うんだろう、感性みたいなのを使えば意外と速く走ることもね、まあ、できないこともないからね、難しいっちゃ難しいんだけど。ま、今のは結構綺麗に決まったかな、と、言ったところ。裏がキノコじゃないな、コインなんだけど、ま、さすがに交換すると次のアイテム、残らなくなっちゃうので、さすがに交換なしかな。一応赤コーラ飛んできてるかは確認するけども、まあ、飛んできてなさそうだから、このまま行くのが無難っちゃ無難かな。サトケゾ投げられた。これ、軽減できないよね。そうなんだよね。軽減できないけど、牛ギリギリ、もうちょっと遅かったらな。軽減できてたっぽいけど。いやー、キノコ持たれてるな。まあ、さすがにショトカは行かれるとして。さあ、あ、ちょっと待って、アイテム、まあ、2でいいっすかね。もう裸だから、なんかもう、お遊びでね、赤コーラ投げられるのは目に見えてるので、とりあえず当たらないようにだけ、当たらないようにだけ、もう右端で、右端で、隅っこ暮らし、よーし。まあ、ああいうとこなんだよな、アイテム、すかしちゃいけないの。まあまあ、それでも、まあ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 、トゲ食らってにって思えばね、結構悪くはないんだよ。さあ、5レース目はリボンロード。ちょっと高いコース続いてるけども、まあさすがにリボンぐらいは、前行ってもいいっちゃいいな。さあ、しっかりと周りを押しのけて、1位に躍り出ていきますと。まあ割と打開が強いっちゃ強いんだけども、まあなんか個人的にはね、やっぱりこう、後ろでなんかもみくちゃにされるよりかは、前でパパッとね、走ってる方が、まあ精神的には楽っちゃ楽だからね。やっぱこう、綺麗に打開してる時に攻撃されると、いや、きついっすねってなることが多いけども、まあ前でね、走ってて赤ゴーラ2発投げられた、トゲゾー飛んできた、はい、負けましたは、なんかまだ、まだ楽だからね、気持ち的には。嫌だけど、負けることは嫌だけど、なんかやっぱ負け方にもね、あるからね、そういう、なんか納得できる負け方と、いや、これちょっとなーっていう負け方はあるから。どっちの、もう、これは納得できない。もう、バカじゃん、マジで、もう。もう、こういうので負けたら、もうなんか、自分に納得できないよね。あ、なんていうプレイングをしてるんだと、俺様は。俺様っていうキャラじゃないんだけど、俺は何をしてるんだと、本当に。あ、待って待って、散らされてる。無理、ちょっと。ラインぶち壊れたからさすがに使わないと無理だな。さあ、ブーメランを散らしてくる可能性があるから、これは早めに処理しておきますか。やられるより先にやった方がね、お得理論ね、これ。まあ、もともと俺がミスったのが悪いっちゃ悪いんですけど、とりあえずダブルしっかり取って、まあ、トゲゾー飛んできたらさすがに、投げないといけないんだけど、いやー、これコイン表にしか持ってないよと見せかけて、よいしょ、しっかりとね、アイテム前で投げさせるという戦法。もうこれショートカー来たらしゃあない。負けでいいわ。あ、いるわ。負けたくないけど。ま、仕方ない。まあ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 、いいわ、2位でいいね。まあ、でもこれもな、俺落ちてなかったら、落ちてなかったらワンチャン1位まであるんだよな。もう、ちょっと、ほんとさ、なんかこう、なんかポカミス、ポカミスのひどさたるやよ、もう。打開コースしか来ないなーって言ったけど、本当に打開コースしか来ないじゃん、ここ。まあ、ここはね、言うても、そこそこ前がね、強いコースではあるので、まだ嬉しいっちゃ嬉しいかな。64からから砂漠やっていきます。さあ、コインをしっかりと通りつつ、周りを縛いていきたいんだけど、まあ、奴はやれるな。
やつはやれるのでしっかりとし、あーまあ言っておきつつなんだけども、まあさすがに下がらないと厳しそうではあるんだが、これ多分ペナ食らうよな、食らってるわなんかたまにな、被弾した後だとペナ食らわないことがあるんだけど、まあそれね、なんだこいつやばい俺何もしてないのに何もしてないのになんか狙われたな今まあいいや、まあまあ言うてもね、そんなに苦しい、うん、そんなに苦しいな。何が苦しいかって、お金なさすぎるのが苦しいんだよな。とりあえず、うん、もうこんなんね、まあ、早めに打っといて損はないんで、まあ、適当にね、雑に打っちゃって、そっからまだね、考えてもいいかなと思います。うん、どうせ回避されるからね、回避多く出すぐらいだったら、もう適当に打っていいんじゃねっていう、そういう軽いノリ。まあ、前がね、強いっていうのはあるんだけど、まあ言うてもね、アイテムの出方次第では全然俺にもね、チャンスはあるなーって言いたかったんだけども、これは正直微妙正直微妙だから、パックン交換して裏木野さんで上がっていくムービングを取りましょう。よしよし、アイテム取って木野さん、オッケーオッケー、木野4悪くない。まあこれだったらまだ上がれるかなといったところ。ただみんな上がってきちゃってるから、まあ4か3ぐらい取れたら美味しいなってところなんだけども、おー、うますぎ、それうますぎて、しっかりと赤コーラは後ろに通させて、よいいや、うまくないか今の。前の敵の赤コーラに無理やり吸わせて赤消しするっていうなかなかレアな技披露したんじゃない今まあソロボチチームね、もう一回1位取ってそろそろね動画締めていきたいとこではあるので、集中していきましょう。コースはドルフィン岬と、さあ初動は割とミニターボためためゲーミングでいいんだけど、いやこれはキノコ使っちゃって、もうパパッと先に前に出てお金を回収していく。よし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 、押されてはいるけども、多分コイン枚数的には俺が勝ってるから、まあ割と前は走れるかなといった印象。さあここもジャンプアクション出して、よいしょ、4回しか出せてなくて、キノコ持ってるけども、まあいいか、ノラだし、ノラじゃなかったらまあ割と譲ってる盤面ではあるんだけど、まあノラだからねノラだから譲らないっていう選択肢も一向にありけり。さあ後ろが赤コーラ持ってるけども、まあ一旦ねバナナ持ってるので、このままね走っていきますと、取られたら終わり取られたら終わりなんだけど、あー終わったこれ終わってないな、まだ。オッケーオッケーオッケー。さあ時ぞ飛んできた。まあこれはさすがにボム兵で防ぐんだけど、ちょっとジャンプアクション出なすぎなこれまあちょっと軽減入れますか。これはさすがに軽減入れておいて、よいしょ。さあかわされてはいるけども、おーやばいな、さすがにすまんな赤持ちを横にいられるとさすがに怖いので、であとは後ろを適当に隔離しながら走っていきたいんだけど、まあ夢の圏外まで離れちゃってるので、まあこのままね走ってってもいいかなと思います。さあキノコ引いたね、悩ましいよ。あーお前マジで取るじゃん、一生一生取られゲーミング。もう、何これマジで。取られてなかったら防げてるんだが、それ。さあ、めちゃめちゃ離れちゃって。ああ、クラクション入っちゃう、いいの。え、これワンチャンあるな。これワンチャンあります。これ赤コーラとりあえず投げておいて、適当に。適当に赤コーラ投げておいて。まあ、最後に、キノさんを積もっちゃって、ウィーンで赤コーラ通して、いやあまりにも運ゲーが過ぎるんだけどま、勝ちは勝ちなんで美味しくね、いただきまして本日の動画を終わりにしたいと思います最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっと今の1位アイテム運の暴力が過ぎるなと思った方は、ぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。